会議を開きます。農林水産関係の基本政策に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として農林水産省、大臣官房技術総括審議官、農林水産技術会議事務局長青山豊久君、大臣官房危機管理政策立案総括審議官前島明成君、消費安全局長小川良介君、輸出国際局長渡辺陽一君、農産局長平方優作君、畜産局長森武君、経営局長三吉一君、農村振興局長牧本浩二君、林野庁長官天尾隆君、水産庁長官高野隆君、経済産業省産業技術環境局長那須野太君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長松山康弘君、および観光庁観光地域振興部長大野徹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武井俊介君。